司会のキッペイです。ルヒアです。マッティです。モンバルンです。さて今回は皆さんに言語学オリンピックに挑戦してもらいます。イエーイ。ね、消費者金融マチキンレースみたいな言語学オリンピック違う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 。そこに関してなんですが、今回とあるスペシャルリストをお呼びしております。それでは登場していただきましょう。宮龍さんです。どうも。ミヤリュウさん、世界の言語学オリンピックで世界第2位を取っている超実力者なんです。いや、俺もそうだったことあるけど。そうなの？え、国内努力賞。努力賞。え、それどんぐらい取れてる？2人に1人。2人に1人？ 2人に1人？ 2人？ 2人？全然ちゃうやんけどな。言語学オリンピックとはどんなオリンピックなんですか？言語学オリンピックとはどういったものなんですか？じゃあまず皆さん、言語学オリンピックって初めて聞いてどんな内容を想像しましたか？なんかめっちゃ言語喋れるみたいな。全部いける。残念、不正解。違う。実は僕、日本語と英語しか喋れません。英語喋れる？英語喋れる。英語もほとんど喋れないんですけど、実はなんでこんな僕が世界2位になれたかというと、実は言語の知識とかマイナーな言語の知ってるか喋れるかとか、そういうのは全く必要ないんです。まあそれでなんで問題になってるかっていうのは実際の問題見ていただいた方が早いと思うので、じゃあ一回ノーヒントで解けるようになってるので解いてみてください。いかに？グルジア文字で書かれた南アメリカの国の名前とそのアルファベット表記が書かれています。ニョニョニョおお、ブラジル、ブラジリアン、これ英語でブラジリアンとか、うん、そうそうやね。で、まあ、ニョニョニョ、ペルー、ウルグアイ、で、ハテナ。え、実はこれはあるんですか、この言語？はい、ブルジアという国で。見たことないかな。これは見たことないな。そういう感じ。一緒になってたりするかな。パズルみたいな。規則性、努力賞的には簡単ですか。まあ瞬殺やね。瞬殺。瞬殺だね。そう。努力賞での瞬殺か。じゃあ頑張りたい。頑張りたいな。まず一番最初がブラジルと最初だから一緒だから。お。B。まずブー。ん ？B ね。B。あ B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 。どういうこと？ブラジルの最初と文字が一緒やから。ハテナ。あ、そういうこと。だから、え、あの、ZYXW で逆から言ってんの？逆、気持ち悪い。で、最後と C で B やな。その B。うん、だいぶ遠回り。最初はほんまに B じゃん。怪しない。ほんまか？たまたまかも。たまたまかもしれない。まあまあまあ。一緒なだけ。まあまあ。最初が B。最後は一緒。最後も一緒。最後もブラジル、ブラジリアのアートフォン、釣り針のやつが一緒。あれじゃないこれ。じゃあブラジリアかもしれない、最後。じゃあ一緒母音じゃない。母音じゃない。ああいうのみたいな。カップ、なんかブーとかだったら B と U B っていうのはそのだから Z。 だ A からいけ、A から25個かかるから、A がだけは2個で終わるから。あ、そうか、ショートだと分かる。ルーも R と U。 ほう。だから、ラストこのままだと、動画が30分そんな、じゃあそろそろあの、ここを使わないんだ。そうこれね、どっちの言語も文字数が一緒ですね、これ。あ、そういうこと。4と4とか英語とこれが完全にもう対応してるんじゃないかな。答え出てるの？めっちゃ簡単やこれ。対応を見てったら最後5文字がリヴィア、 LIVIA になるので一文字目が B ということで、 B なんちゃらリヴィアの南アメリカの国と言ったら、え、ブラジル？違う、ボリビア。ボリビアじゃん。ボリビアやボリビアか。あの
のあれやん、あの、ね、ボリビアな。ないよな、ボリビアといえばないよ、別に。ないかないくよ、なんか佐賀県みたいな形してるあれやろ。わかんない、わかんない、わかんない、佐賀県の形がわかんない。佐賀県、佐賀県、ボリビアの形も。答えはボリビアですか。正解です。よっしゃ、ありがとうございます。やばな、あれ、まあこういう感じで、まあ、謎解きみたいな感じで初めて見た言語を防護薬とかの情報を使って読み解いて仕組みを解き明かしている。おー、そういう、それが言語学を。なるほど、なるほど。え、これほんまにこういう規則で文字できてんねや。はい、まあ、大体一つの文字に一つの発音っていうのは英語と同じだから。なるほど、さすがアメリカ。南アメリカの国やから、じゃあアメリカでグルジアは中東やけどな。しかりさっきからまた外れすぎる。さあ皆さん、今は文字の問題を解いていただいたんですけど、言語学っていろいろなジャンルがあるんです。例えば文字だけじゃなくて文法とか発音とか、あと例えば、まあ、言葉の意味とか。意味で、それに対応した問題が言語学オリンピックにもあって、本当にいろいろな種類があるんです。なので皆さんには次別の種類の問題を解いていただこうかと思います。こちらです。以下にスワヒリ語の動詞があります。1、ピカ。私は料理した。あのピカ。彼は料理している。ニナジェンガ。私は立てている。で、最後が分からない。で、彼は食べた。スワヒリ語の部分を埋める。この問題は、多分メモしないとちょっと難しいと思うので、後ろの黒板自由に使ってください。それでは、どうぞ。どれがいいかな。え、ちょっと。え、どれがいいかな。え、ちょっと。え、たぶん。そうなの。ハエ音だけなの、これ。あ、そういう頭文字書いてるやん。来た。え、取れちゃった。解けた。来た。来たぞ。では答えをどうぞ。よし、問題の書き終わった。アジェンガリ。違います。アジェンガリ。そんな格好つけて解いてて、そんな。じゃあ気を取り直して答えをどうぞ。アリジェンガ。正解です。イエーイ。気持ちいい。じゃあ軽く解説をお願いします。まあ、とりあえず1個目の文章と2個目の文章を見合わせて一致してるものを探したところ、このピカが、スワヒリ語の文章では一致してて、日本語の文章では料理の文が一致してるんで、おそらくピカが料理という意味だろうとなります。で、2つ目と3番目の文章に比べたら、このナがスワヒリ語では一致してて、日本語ではここが進行形になってるから、ナは進行形を表す語句なんじゃないかなと予測できます。で、1個目と3個目見比べたら、このニがスワヒリ語では一致してて、日本語では私はが一致してるんで、おそらくニは私はということになります。で、これで全部っていうか、ある程度日本語とスワヒリ語の対応が分かったんで、私は料理の部分が分かって、あとはこの舌が分からなかったんで、多分残ってる文同士が対応してるだろうということで、リが舌という意味になるでしょう。そこまで完璧やろ。で、ナとピカはもう分かってて、あとアと彼はが残ってるので、彼はとアが対応してるだろうと分かります。で、残りジェンガと立てるが残ってたんで、ジェンガは立てるということでしょう。そしたら、彼は立てた、彼は立てるで過去形ということなので、彼はのア立てるのジェンガ過去形のリ、語順を変えないといけないのを忘れていたということで、正解はアリジェンガですね。いやー、素晴らしい、素晴らしいです。すごい、これはどうしよう。ここ逆にしたら本番10点ぐらい限定される。そんなことない。じゃあ座ってください。はい、まあ、本当は4分の3ぐらいくれるから。そう、全然くれる。大丈夫。
はい、じゃあ皆さん今まで2問も解いていただいたと思うんですけど、最後に実際に日本大会で使われた問題を解いていただこうと思います。今の問題をちょっと複雑にしたぐらい。うわー、おーい、頑張りたいな、それは。でこれ解けたら世界進出。解けたら100万円。20点。あ、20点。20大会で20点。じゃあ何点満点？100点満点。おーい、あれ結構。え、世界いける？世界よし。オリンピックで世界ってもう夢しかない。でも、日本大会で金賞を取りたかったら、70点ぐらい欲しいし。はぁ。え、ってことは、3冠。努力賞は50点ぐらい。3冠1半ぐらい。3冠1半。なるほど。3冠2冠2半。え、じゃあ。東大数学1問点。そんな感じやな、そんな感じか。まあ、みんな問題見てもらってるよ。この問題は、うわぁ、懐かしい。2021年の大会の第1問目です。あぁ。ということで、どうぞ。これもじゃあ黒板で、黒板で。よし、よっしゃ、よっしゃ。わかった。お、よし、できました。全部？全部できました。マジか？全部できた。マジできました。これぐちゃぐちゃやな、回転のこと。字汚いな。全部できました。おい、天才の証。どこがどこや。綺麗にやれよ。天才の証。もう全部できた。ほんま？ちょっと聖書するわ。できた。日本語ができた。マジか。多分。はい。よし。じゃあ、一平さんが選手してる間に、モンマルンさんが完成したということで、まさに打足のエピソードの話です。はい、じゃあ、モンマルンさん、答えをどうぞ。答え、1番、彼は飛んだ。2番、私は遊んだ。3番、彼女は飛ばなかった。4番、彼女はおじいさんを叩いた。全問正解です。おー、素晴らしい。それでは、解説の方、お願いします。解説で、多分全体を見て T がついてたら女性、Y がついてたら男性。で、1番は You fake。 まず Y がついてるから男のなんかだろうと、男が何かをしてるってことでしょう。 C を見たら You fake。 彼女は飛んだ。で、T がついてるからTU が多分彼女で、YU が男やから彼になって、彼は飛んだになるかなと予測できるかな。カッコ2はゆられ Y。 これ D を見たらうれ、うる、うる、ゆられ Y、 あらになってて、まあ D と F 見たらうるとあらが合わさって否定を表してるんかなって全然分かんない、全然入ってなるんで、 D から否定をなくしたのが答えになるかなと。ということで私は遊んだ。で3番うるとあらがあるんで否定で、否定プラスユーフジェントで、これユーフジェントは A の文章と全く同じなので、A の文章の否定形を答えたらいいということで、彼女らは飛ばなかった。4番がテウェット・アミーヤで、聖書しすぎやで、ここら辺で何してんの何してんの、何してんの、まだ俺のターン違うよ、もう終盤やろ。いや、4番をやってるんだけどな。ちょっと何なん、花火これお花、いや、花火描いてるからもう倍上げるわけですよ。え、これはこれ、これこのマークは、このマークは、え、それ、それマイナス10点。ああ努力賞、努力賞すら取れんくない。あ、じゃあ解説の続き4番はテウェット・アミーヤ。
まずテベットに注目すると、I の左側と全く同じで、 GHI を比べたら WWET が叩いたになるかなと推測できます。で、 YE が男性、 TE が女性を表してるかなってなります。で、 TE、WWET やから彼女は叩いたまで分かります。で、右側のアミーヤ、アミーヤは H を見たらウィミーヤがあります。で、他の文章をいろいろ見てった結果、ウィがはこれ、はぁ、 A がおを表すんじゃないかなと推測して、で、 H 見たらおじいさんは、だからミーヤはおじいさん、なので答えはおじいさんをと彼女は叩いたを組み合わせることで、彼女はおじいさんを叩いたというバイオレンスな文章が完成します。おお、ありがとうございます。おー、これは努力賞、努力賞、金賞取れちゃうかも。うえ、来年は金賞取れちゃうかも。熱っ、ずっとチョークうるさかった。お前ずっとチョークうるさかった。何してんの、何してんの。ということで、今日は皆さんに弦楽オリンピックに挑戦していただきましたが、どうでしたか。いや、そうですね、少したくましくなった気がします。はい、よかったです。はい、じゃあマッティどうですか。努力賞ぐらいだったら頑張ったら取れるのかなと思いました。努力賞のモマルさんどうでした。次は金賞を取ります。金賞以上取ったら東京行けます。おー、ということで、それではミヤリュウさんから一言お願いします。皆さんいかがでしたでしょうか。もしこういう問題をもっとたくさん解きたいと思った方は、概要欄から JOL 日本言語学オリンピックの公式サイトに飛んでいただくと、いろいろな問題、例えば過去問とか体験問題とかたくさん載ってますので、ぜひご確認ください。そして僕はですね、他の科学オリンピックに出ている人とオーロラサイエンスっていう活動をしてまして、文化祭でもステージで少し講義の方もさせていただきますので、ぜひ大講義ステージにお越しください。それでは皆さん、5月2日3日七高文化祭オデッセイでお会いしましょう。バイバイ。どこから行くわ。こっち次回からか。じゃあ俺から行くわ。行きます。本番3秒前。